はい、こんばんは、どんチャンネルです。5月10日の深夜、今日のニュースでね、一番、って思ったのはこれなんですけどね。パトカー追跡中のオートバイが車2台に衝突。17歳少年と15歳女子中学生が重傷。広島、福山市と。9日夕方、福山市の交差点でパトカーが追跡していたオートバイが車と衝突し、乗っていた10代の少年少女2人が大怪我をしました。警察によりますと、9日午後9時頃、あ、午後5時頃、福山市南松永町の市道交差点でパトカーが緊急走行で追跡していたオートバイが一時停止を無視して交差点に進入しました。オートバイは右手から直進してきた軽自動車にはねられ、その弾みで付近で停車していた乗用車に衝突しました。この事故でオートバイを運転していた17歳の無職の少年が手や足を骨折する重傷。後部座席に乗っていた15歳の女子中学生も重傷見込みです。警察は道路交通法違反の疑いでオートバイを追跡していたということで、事故の詳しい経緯などを調べています。まあ動画のニュースがあるんだけど、まあ壊れたバイクが映ってるでもないので、まあ実際どの程度の衝撃かっていうのは推測もできないんだけど、まあ現実に大怪我をしているところを見ると、まあそれ相応のスピードで一時停止無視して交差点に突っ込んで、たまたま来ていた軽自動車にはねられて、飛ばされた先でまた止まっていた車にぶつかって、で、まあ、少年少女が大怪我と。まあ、自業自得とはいえね、まあ、後遺症があるような怪我かもしれないしね。まあ、なんちゅう無鉄砲なことをするのかなっていうふうにね、思うんですよね。なんか本当、漫画の中の話みたいでさ、実際僕がね、20歳の頃は少女漫画で「ハイティン・ブギ」っていうのがあってさ、まあバンドやってるお兄ちゃんがね、まあママ母にね、いじめられてる女の子と仲良くなって、まあそういう、まあ周りからは反対されるけど頑張る、二人は仲良く頑張っていくっていう話でね、バイクに乗ったらこんなことになるのかなとかいうことをね、まあまだ16歳で学校に隠れて免許を取ったけどバイクに乗れてない自分は思ってたりしたんですね。今の子たちってもう何スクバイクに二人乗りしてパトカーに追われてって、パトカーに追われるっていうことは、なんかしたわけですよね。警察、もう、何もしてないのにね、追跡はしないよね。もしくは、止まりなさいって言ったのに止まらないから追跡してきたか、まあ、何らかのね、ことがあって、まあ、この記事のタイトルもさ、パトカー追跡中っていうかさ、パトカーから逃げてたってことでしょ？でも本当これね、記事とか動画ニュースからだけだとどれぐらいの悲惨さかっていうのは分からないんでね、まあ無鉄砲なことやるなっていう感想になっちゃうんだけど、まあ僕たちの世代も、まあ新人類とかさ、ニュータイプとか言われてた世代なんだけど、まああれから40年経ってさ、まあ立派な還暦のおじさんになった僕たちから今の若いティーンエイジャーを見るとね、もうますますなんかこう漫画の世界を生きてるような感じなのかなと思ったりするんですよね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。